宮永優太は、北海道富良野市生まれの元男子、プロバスケットボール選手である。183センチメートル、80キログラム。札幌市立あやめの中学校で、全国大会に出場し、ジュニアオールスターでは、準優勝を経験。東海大四高校進学後も、柏木新助らと共にインターハイで準優勝に、貢献。大東文化大学でも、 インカレ12優勝に貢献し、関東賞とミスターカレッジの W 受賞を果たした。卒業後、東芝に入社。2012年、東芝を退社。同年の BJ リーグドラフト会議で、千葉ジェッツと新潟アルビレックス BB に一巡目で指名され、新潟が交渉権を獲得したが、8月にリンクとチギブレックスと契約。2013年、千葉ジェッツに移籍。 しかし、2016年2月17日付で、地元のレバンが北海道へ2016年5月31日まで、レンタル移籍をすることとなった。2016年オフ、富山グラウジーズへ移籍2017から2018シーズンは、選手兼任のアシスタントコーチに就任した。2018年、現役引退。 W リーグの富士通レッドウェーブアシスタントコーチに就任。2020年5月8日、レバンが北海道のヘッドコーチに就任。2021年5月退任。翌月、佐賀バルーナーズのヘッドコーチ兼ゼネラルマネージャーに就任。ありがとうございます。